それは大きなイベントを盛り上げるためのものだった。それは職人がプライドをかけた戦いだった。それは亡くなった人をあの世に送り届けるための送り火だった。それは無慈悲に命を奪う疫病から人々を守るためのものだった。日本人があまり知らない花火の歴史とは。皆さんこんにちは。素人歴史研究家 R です。現在は2022年夏、暑い夏真っ盛りの時期です。夏といえばいろんなイベントが目白押しでワクワクする季節ですよね。そんな中でも夏といったらこれと言われるイベントで必ず上位にランクインするのが花火です。花火といったら夏の夜空を色鮮やかに彩る大イベントで、見る者すべての心を高揚させてくれるものです。そんな花火っていつの時代から何のために打ち上げられたのかご存知でしょうか？現代のイメージではただただ綺麗といった意味合いで花火を楽しむ方が多いと思いますが、その成り立ち、その意味、そして花火を上げることに命を懸けた一族がいて、今日の花火があることを知っておくと今後花火を見る際もっと楽しめると思います。当チャンネルの視聴者はわりかし大人の方が多いので、味わい深く花火を鑑賞していただきたいということで、今回こちらの動画を作らせていただきました。今年もまだコロナの影響もあり中止してしまう自治体も多いとは思いますが、ぜひ花火大会に行かれる際はこの話を思い出していただければなと思っています。さて話は変わりますが、この度当チャンネル素人歴史研究家 R チャンネルは登録者1000人を突破しました。このチャンネルに力を貸してくださった皆様、そして何よりこのチャンネルをご視聴していただける視聴者様に感謝申し上げます。世の YouTuber さんたちが100万人登録や50万人登録、10万人登録とすごい結果を残している中、1000人って思われる方もいるかもしれませんが、でも本当に嬉しいんです。なので伝えさせてください。本当にありがとうございました。とはいえまだまだこれからも頑張っていきますので、ぜひ応援のほどよろしくお願いいたします。前置きが長くなってしまいましたが、それでは花火の歴史の動画ぜひ最後までご視聴お願いいたします。花火の歴史。そもそも何をもって花火とするかはいろいろと見解も違うようですが、花火の原型と言われる狼煙の歴史をたどると、古代インドやギリシャ、ローマといった紀元前まで遡ると言われています。しかしそれはまだ花火とは言えませんよね。その後中国の薬を作る練炭術師によって火薬は偶然発明されました。その後花火は軍事技術者の手に渡り武器に使用されるようになってしまいます。つまり花火のルーツは古来より戦争に使うための道具だったんです。くしくも人類は軍需のための研究から日常に便利な道具へ変わっていく製品は数多くあります。電子レンジやデジカメなどがその代表例になりますが、もっと身近なものだとトイレットペーパーも実は軍需用品から来ているみたいなんです。脱脂綿の代わりに開発されて、その吸収力の高さからガスマスクのフィルターとして使用されていたのが起源だそうです。誰もが望まない戦争からこういった現代では誰もが使う日用品が生まれるというのは皮肉なものですね。13世紀には商人を通じて火薬は中国からイスラム諸国に伝わります。当然武器としても使用されますが、ここから花火として使われるようになっていきます。現在のような色鮮やかとは言わないまでも、観賞用の花火は14世紀後半にイタリアのフィレッツェで始まりました。フィレッツェと聞くとなんだかおしゃれな感じがしますよね。世界の花火はキリスト教の祝祭で火を吹く人形のようなものだったそうです。そして貴族の間で花火は広がり、結婚式などで打ち上げられるようになりました。そして我が国日本に観賞用の花火がやってきたのは戦国時代のことでした。厳密には元寇の時代に火薬は入ってきたそうですが、本格的にはこの時代だそうです。あの有名な鉄砲とともに入ってきたというわけなんですね。戦国武将の伊達政宗が見たという記録があったり、イギリス国王ジェームズ1世が徳川家康に花火を見せたというような記録も残っています。当時の花火は筒から火の粉が吹き出す至ってシンプルなものだったようで、世の中が安定した江戸時代に本格的に花火文化が盛んになっていくんです。日本の花火の隆盛と人々の思い。江戸時代の中期、全国的な飢饉とコレラの疫病により多数の死者が出ました。そこで8代目将軍徳川吉宗は異例と疫病退散を願い、川開きの日に水神祭りを行ったのが今の花火大会の原型なんです。花火が疫病退散につながると言われてた理由としては、中国の爆竹に起源があると言われています。中国の伝承にはこんなお話があります。
西方の山に人間の姿をした化け物がいて、その化け物に出会った人間は高熱を出し苦しみながら死んでいくとされていました。伝承では春節の際にその化け物は山から人里に降りてくるため、人々は春節を非常に恐れていたそうです。ある日村人が寒かったので竹を燃やして暖を取っていた時にその化け物に遭遇してしまうのですが、竹は燃やすとパチパチとなるので、それにびっくりして化け物は山に逃げ帰ったそうなんです。それで中国では春節に爆竹を鳴らし魔を払い病気から人々を守るようになったそうなんです。どうやら日本の花火も疫病や魔を花火のドーンという音で追い払おうとしたのではないでしょうか。初の花火大会の翌年には前年の行事にちなんで川開きの日に6代目鍵屋弥兵によって20発前後の花火が打ち上げられたそうなんです。これを両国川開き花火と呼び、後の隅田川花火大会のルーツになるんです。隅田川の花火大会は現在でも日本有数の花火大会として有名ですよね。また当時大名の間では隅田川に船を出す遊びが流行っていました。夏になるとその遊びの一環として花火船が出るようになったそうです。花火ブームは庶民まで浸透し、花火職人や花火売りが街に出るようになりました。しかしそのせいで街は火災が多発、これを重く見た幕府は花火禁止令を出したほどでした。当時の枝は火災が非常に危険なものでした。今と違って平屋が多くすぐ広まってしまうというわけなんです。江戸時代の職業に火消しというものがあり、現在の消防士みたいなものなんですが、命を懸けて市民を火から守るという当時の憧れの職業だったんですね。花火には死者の魂を導くお盆の迎え火や送り火の一種とも言われています。夏に花火大会が多いのはこれの影響だと言われています。実は日本の花火大会は鎮魂の祈りや供養の気持ちを込めたものも多く、有名な長岡祭りは戦没者の慰霊、熊野花火大会は先祖の霊を導く送り火、迎え火として花火大会が開催されてるんですって。そう考えると花火の見方もだいぶ変わってきますよね。日本の花火と世界の花火。花火というとなんとなく日本の風物詩のイメージが強いのですが、こうしてみると歴史的にも起源は海外ですし、日本の文化とは言いづらいですよね。だとするとなぜ花火は日本というイメージがあるのでしょうか。まさか花火は日本と思っているのは日本人だけなのではないかというと、実はそういうわけでもないそうです。世界的に見ても日本の花火は有名で人気があります。それはなぜなのでしょうか。もともと同じ花火でも日本は独自に進化を遂げたという経緯があるからです。日本と世界で最も大きな違いは花火の構造とその役割なんです。日本は打ち上げ花火は丸く開きますが、海外では八方に広がります。日本が打ち上げた際形状の美しさを重視するのに対し、海外では迫力や音などのエンターテインメント性を重視する傾向があります。そういった背景もあり、日本の花火は色や形状において独自の進化を遂げてきたんです。海外の花火というと大きな主軸となるイベントがあり、そのイベントを盛り上げるために行うものが花火なんですが、日本では花火大会自体がイベントで、それを目的に人が集まるのです。なので一発一発にこだわり、より綺麗に見せようということで日本の花火は世界的にも人気があるんです。また海外はお祝いの際に花火を打ち上げるので派手なものがいいとされています。日本は鎮魂の意味合いも強いため、綺麗で美しい花火を作る技術に特化してきたというわけなんです。玉屋と鍵屋。花火大会の際、玉屋という掛け声をかける風習があります。実際、花火大会ではあまり聞いたことがないのですが、それは僕だけでしょうか。花火大会で玉屋の掛け声をよく聞く人は、ぜひコメントで教えていただけると嬉しいです。最近聞かなくなったとはいえ、玉屋と言ったらやはり花火を連想しますよね。この玉屋というのは一体何のことでしょうか。それは江戸時代の花火大会が催された時代にちょっとしたドラマがあったんです。8代目将軍徳川吉宗の時代の初の花火大会に使用する花火を任されたのが日本橋横丁の花火師鍵屋6代目弥兵でした。弥兵というとまさに江戸時代にいそうなナンバーワンの名前ですよね。もともと鍵屋は葦の管に火薬を詰めて火が飛び出す花火を開発し、花火市場をほぼ独占していました。しかし火事の原因になる花火は幕府から禁止令が出され、隅田川の花火だけが許されていました。当時は小舟を出して鍵屋に花火を上げさせるのが豪商たちの贅沢な象徴だったんです。そんな鍵屋からのれん分けをしたのが玉屋だったんです。
そしていつしか花火大会はどちらが綺麗な花火を打ち上げられるかを競うようになりました。現代ではあまり違和感なく花火大会と言っていますが、この大会というのはその時の競技的な意味合いから来るものだったんですね。そして判定方法はその花火を作った家の名前を呼ぶといったもので、玉屋や鍵屋の声の声援が多い方が優秀だとされていました。現在の玉屋というのはその掛け声の風習が残っているからなんです。当時はのれん分けした玉屋の方が出来が良く人気も高かったため、玉屋の掛け声が現代にも残っていると言われています。しかし玉屋は1代目の時代火事を起こしてしまうという事故を起こし廃業に追い込まれてしまうのです。なので実質玉屋が活躍した期間は30年と短いものだったと言われています。しかし短い期間ですが、一瞬の輝き、そして儚く散っていく様がまさに花火のようで、それも玉屋という掛け声を現代に残す要因の一つだったんではないかなと僕は思っています。一方玉屋にのれんを分けていいところを持ってかれた鍵屋はというと、その後も花火の技術を研究し続け、現代も花火一家として花火を作っているそうです。一瞬の輝きで儚く散るというのも趣がありますが、コツコツ真面目に継続し美しい花火を現代まで残してくれた鍵屋にも胸にグッとくるものがありますよね。どうか視聴者の方で鍵屋もいいなと思われる方は、花火大会で鍵屋と叫んであげてください。いかがでしたでしょうか。物事には歴史があり、先人たちの活躍で今の生活が成り立っています。花火がなぜあんなに美しいと思えるのかは、亡くなった人を弔うためや、花火に人生をかけた職人さん、また疫病から人々を守りたいと願う思い、それらがあったからではないでしょうか。今回調べてみて花火の見方が僕自身変わりました。視聴者の方もちょっと見方が変わったと思ってくれる方がいてくれたら嬉しいです。今はまさにコロナというウイルスに世界が飲み込まれてしまっています。まさに今こそ疫病退散という花火本来の役割を果たすタイミングかもしれませんね。とはいえ花火大会に行かれる際は自治体のルールをしっかり守ってみてください。この動画が面白かったらいいねボタン、チャンネル登録、通知ボタン、コメントよろしくお願いいたします。これからも面白い動画を作成していきますので、ぜひ応援のほどよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。